またここでですね、19時30分になったら番組再開いたしますと言いたいところなんですけれども、今日はこの後メンテナンスのためアイコンのみの放送となります。でですね、先ほどクロストーク楽しみにしているねって言ったコメントあったので、ちょっと一人クロストークで一人クロストークで我慢していただけないでしょうか。ではちょっと久しぶりですけれども一人クロストークしますね。檜山さん、今日は2時間30分どうでしたか？そうですね、結構変わりやすい天気で、今の時間帯も日本海側を中心に雨の降っているところがありました。明日も九州北部でしたり東北は午前中雨の降るところがありそうですのでお気をつけください。わかりました。ぜひ皆さんも20時以降ムーンの時間帯で最新情報を確認してください。ではここで失礼いたします。はい、一人クロストークでした。何を見せられてるんだってきています。でもこれで許していただけないでしょうか。20時以降も最新の気象情報をお送りしていきますので、ぜひご覧ください。では本当にここで失礼いたします。この後は小牧結衣キャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します小牧結衣です。今夜から明日の天気を一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようやく朝晩は秋冬深まっている気がしますよね、うん、本当ですね、うん、最近は朝二度寝をしちゃうくらい寒くて、わかります。はい、なんかお布団から出られなくなっちゃいました。寒くなってきましたよね。寒いですね。あとお布団入るまで寒くないですか、うん、入ってからもちょっと寒くなりません？足が冷たくて、ね、冷え性ですか？私冷え性です。末端冷え性なので。私も末端冷え性。手足の冷えを毎年のように感じていて、この手のひら、手より足の方が冷たい、うん、足の方が冷たいです。やっぱそうだよね。私も足の方が冷たくて、うん、冷たいよね。もこもこ靴下開かないと寝れない時があるぐらいで、なんか眠ろうとしてても足が冷たすぎて眠れない。だからもぞ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 こう足を頑張って動かして、足をさ、なんか指を一生懸命動かしたりして、自分のこう手で温めたりするんだけど、ね、そういう時期になってきましたよね。なってきましたよね。湯たんぽとか入れるといいんでしょうけど、うん、なんか、ね、アイテムあります？湯たんぽ前は使ってたんですけど、うんうんうん、あと足元ファンヒーターっていうのがあって、あ、机の下に置いてあります。いいですね。あとあれが気になってます。何ですか？着るこたつ。なんか ありますよ ね。靴下タイプで、はいはい、中がこうすごいぼんやり温かい。母にあげたんですよ。いいって言ってましたよ。羊ちゃんのなんかそういうのあるみたいですよ。かわいい、ね、自分は持ってない、優しいですね。自分は持ってないんですけどね。さやちママにまずはプレゼントして、うん、ありますよ、この携帯の LINE のやつでありますよ。本当？じゃあ履歴を、はい、履歴を URL 送ってください、ね、今あるのかな。去年あったんですけど、なんかね、なん年々進化してきてますよね。そうですよ ね、 ううね、なんか持ち運びできるタイプとかがあったらいいんですけど ね、そう、昨日その番組でも温かグッズの話題になって、はい、ワークマンさんが、はい、電熱ベストっていうのを出してるみたいで。何ですかそれ？なんか電熱線がブワーってこうベストの中に充電したりするんですか？で、はい、あれ充電式でしたっけ？あ、モバイルバッテリーで接続すると暖かくなって、すごい詳しいスタッフさんがいるんですよ。今お詳しいスタッフさん、夏の暑さ対策も伺ったことあって、確か電動カーのめちゃめちゃ詳しいんだじゃん。ワークマンさんで通じてる何か電動ファンの暑さ対策、はい、暑さ対策その服も教えてくださいファンが回るね、ありますもんね。そうそう、どんだけ詳しいんですかね。すごい詳しい方が ね、 すごい詳しいですよね。本当にいらっしゃるんですけれども、ね、なんかそういった皆さんの知恵を借りて冬を乗り切りたいな。キルモーフいいですよ。キルモーフ、あ、キルモーフ持ってる？持ってる持ってる。キルモーフおすすめで、もう頭から被る感じ、フードかぶって、うんうん、モコモコのキルモーフがあるんですけど、いい ね、すごい暖かくていいですよ。動かず動かずしてして、うん、もうゲームだったりパソコンだったり、そうそう、最高ですよ。最高ですね。いいな。あ、ジョイホン、え、ジョイホンって知ってますか？ジョイホンって何ですか？やっぱ知らない。ごめんなさい。ジョイフルホンダっていうのが、ジョイフルホンダっていう、誰か名前ですか？いや、違う、ジョイフルホンダさん、なんていうんだろう、こういっぱいこう、うん、なんていうんだろう、なんかホームセンター、ホームセンターがある。
私はよくバンちゃん の、うん、ドッグフードとか買いに行ったんですけれども、ジョイフルホンダってジョイフルホンダとかです。芸人さんかと思いました。違う、ね、違う。地元の人はジョイホンって言うんですけど。ジョイホンって略すんですね。茨城にあるし、茨城発祥の関東圏にある。いやでも埼玉とかにもあるんですよ確かね。千葉にあるんでしたっけ？千葉にもある。で茨城。神奈川県もある。あそうなん。今神奈川県にはないんですか？あ、そう。じゃあ東京にあるんですか、もしかして。あ、東京にあるんですって。でもね、今見てる皆さん、ジョイフルホンダってなってる方も。ジョイホンは有名ですよ。有名なの？初めて聞きましたよ。でもやっぱ地元だから分かるネタありますよね。うん、ありますよね。宮城なんかありますか？宮城はね、はい、なんだろうな。もうこんな時間経ってると思わなかった。そろそろ行かないといけない。宮城のあるある考えておきますね。お願いします。自分が当たり前だと思ってても。ファッションクルーズってしてますか？何何ファッションクルーズ。ファッションクルーズ、クルーズ船があるの？違う。えそうなんかあるの。なんかファッションクルーズって言ってなんかこういっぱいお洋服売ってる場所が。ファッションセーター島村みたいな感じのところがある。ファッションクルーズ、ちょっと早く次行けって言われちゃったので次行きますね。お時間ですって。お時間ですって来ましたよ。別府のタワーということなんですけれども。別府のタワー、別府タワーですね。急に別府タワーですね。そうです。いいんじゃないですか。綺麗ですね。本来別府温泉、はい、温泉使いたいですねって言おうとしたんですよ、ね、実は。寒くなってきたので。寒くなってきましたので、ねね、朝晩本当にこう温泉とか使いたくなぐらい、ね、寒さ対策に行きたいですよ ね、 ね。別府温泉はいかがですか？行ったことないです。行きたいです。行きたいです ね、 ね。九州も、ね、旅したいよね。旅したいですよね。時間作っていきたいね。時間作っていきたいね。今度頑張って作りましょう。温泉旅行でも温泉行きましょう、ね、行きましょう。まあこれぐらいね、はい、トークがたくさんできるぐらい今日穏やかな天気だったんですけれども、うん、本当ですね。明日もよく晴れそうですね。はい、まあ、今日から明日にかけて穏やかなお天気が続くところが多くなりそうです。その分朝晩の冷え込みがねぐっと強まっているんですけれども、明日の朝にかけても冷えそうですので、今夜以降のお天気をしっかりと見ていきたいと思います。わかりました。ではこの後もよろしくお願いします。はい、3時間ご参加ありがとうございました。この時間帯も穏やかに晴れて明日もよく晴れそうです。週末は寒気の影響で大雪の可能性も北日本出ておりますので、ムーンの時間帯最新気象情報を確認ください。では失礼いたします。ではクロストークしていきましょう。この後20時から担当するキャスターは小牧由依キャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します小牧由依です。今夜から明日のお天気を見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日も SNS で情報を公開されましたけれども、はい、ね、2人で龍が如く8に、ね、出演させていただくことになりましたね。嬉しいですよね。嬉しいですし、うん、もうさやちゃんがこうやってね、いろんなご縁を広げてくれて、いやいや、こちらこそ由依ちゃんと一緒にお仕事ができて幸せです。お仕事一緒にしてもらってありがとうございます。いや、一緒にできて本当に嬉しいですよ。いや、私のセリフですそれは。いやいや、なんか2人でいろんなこう初めてブースに入ったじゃないですか、はい、いっぱいカメラがある中で、ね、あの、ね、360度スキャンっていう不思議な感覚でしたよ ね、 ね。自分たちの顔が、うんうん、あのアニメの中というかゲームの中にっていうのも信じられないですし、なかなか、さっきせんちゃんとも話したんですけど、うん、あのゆいちゃん本物なのにこれがあの部位なんですかって。そのクロストーク見てました。確かにあの肌が綺麗だから。確かにそう見えたんです、うん、似てますよね。ねえ、うん、なんかあとインタビューを受けたお部屋がちょっとこう暗くって、はい、すごい照明がね、そうそうそう、かっこよかったんだよね。かっこよかったですよね。いい部屋で撮らせていただいて、ね、本当に貴重な経験でしたよね。人生の中で本当にね、本当に宝物となりました、ね、関わってくださった皆様ありがとうございます。ありがとうございます。そう、このシーンです。このシーンだよね。さゆちゃんもなんか CG に見えてきた。いや、確かにゆみちゃんの感じが本当にあの、うん、ゲームの世界みたいで、なんか今 AI とかで あの人間の顔も再現されるじゃないですか。そうですよね。なんかそう見えます、言われたら見えますけど、これそうですよ ね、 AI ですよって言われたら、あ、そうなんだって言っちゃいますよ ね、 ね。でもこれ私たちなんで、そうです、これ本物ですから、ね、あのインタビュー受けた記憶もあるし、そうそう、記憶もある。そう、
ちょっと一緒にじゃあ1月26日からということでどんどこしていきましょうか。どんどこしましょう、うん、我々あのどんどこ島の、どんどこ島の住人でご案内する立場ですからね。そうですからね、どんどこ島ぜひ皆さんもお越しくださいませ。お越しください。なんかいろんなセリフを言いましたよ ね吹き込んだので、うん、なんか印象的なのあります？印象的なものですか、うん、でも私あのやっぱりこう吹き込む仕事というかお仕事が本格的なのがすごく初めてだったので、私も初めて、ね、あの一音一音発する言葉にすごいドキドキしつつ、先進さなんて言うんだろう、すごいなんか私さやちゃんの音声をずっと聞いてたんですけど、ね、うん、あのやってる最中いやもう本当透き通るような声で、私もゆみちゃんのこのおはようずっと聞いてたいって思ってで私もゆみちゃんの明るい声がすごく好きで、本当おはようすっていう、おはようすって可愛い、あんま私生活でおはようすって言ったことある？おはようす、おはようすないかも。これから使っていこうかな。ちょっとゆみちゃんのそのおはようすで目覚めたいなと思いました。おはようすっていうキャラなんですよ。結構このね、うん、あの珍しいパターンも結構あったので、うん、ね、使っていきたいですよね。ぜひ ね使っていきましょう。おはようす、おはようす、おはようす。まあちょっとね、もっと話したいんですけども時間もね、時間が今日もお時間が迫ってきました。リポートもご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、あの熱々のパスタのリポートも届きまして、美味しそう、まあ、だんだん寒くなってきてこういったものも食べたくなるねという話をしておりました。いや食べたくなりますね。でもこれずっと熱々なままいただけるような、うん、そうなんですよ、ね、器で。しかもこれあの地元茨城の、そうだよね、茨城の名物の、うん、お店屋さん、グルービーっていうお店なんですけれども、 ありますか宮城でも。宮城牛タンですか、やっぱりグルービーさん。グルービーさん、グルービーさんは茨城の、まあ、そうですよね。そうだね。でもなんか地元の方に愛されてるお店って ねありますよね。茨城のこの漂白のアトリエさんがいつも動画で美味しいものを送ってくださるイメージです、はい、ね、ですよね、お腹空いてきちゃいました。ムーン、ね、でもあのエリアは雨の降ってるエリア限られて来るかと思うんですけど、うんうん、今後天気の崩れ心配な場所も出てきそうですね。そうですね、うん、西日本だんだんと雲も広がってきていますし、明日にかけては下り坂となりそうです。また明日は北日本や北陸で雨の強まるところも出てきそうですので、この後ムーンで詳しくお伝えしていきます。わかりました。ではこの後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。3時間ご参加ありがとうございました。だんだん寒くなってきましたね。そして西から天気崩れていきますので、今晩から明日にかけても最新情報はゆみちゃんムーンでご覧ください。では失礼いたします。どんどこしようぜ。